はい、こんにちは、まめと申します。今回はこちら、君だけのパーリナイトをプレイさせていただきたいと思います。ポポ様制作のゲームとなっております。タイトル画面からオシャンティーでございますね。これは何だろう、水の中を表現してるんですかね。はい、なんか泡がプクプク動いてて可愛らしいでございます。そしてですよ、このタイトル画面の可愛す女の子、メロディーちゃんって言うんですけど、今回ですね、私メロディーちゃんのお声を担当させていただきました。もう本当に本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。そして収録めっちゃ楽しかったです。はい、ということで君だけのパーリナイト、早速初めからやっていきたいと思います。タイトルポチッと。はい、赤ワユスウサちゃんが出てきましたが、あ、ウサちゃんのお家がウサちゃん型だめっちゃ可愛い。ということで、こんにちは、僕はハニウサというものです。と、昔は可愛いマスコットキャラクターとしてチヤホヤされたものです。今ではただの職業キャラになり下がり、とても悲しい思いをしております。こんな可愛いのに食べちゃうんですかおっと、世間話はこれくらいにして本題に入りましょう。と、お、難易度を切れても噛む、決めてもらおうと思います。と、了解しました。今回はイージーとノーマルの2つです。と、イージーはスペシャルアイテムや回復アイテムセットがもらえます。と、魅力的、どっちにするか迷っちゃうじゃん。難易度はどちらに設定しますか。どうしようかな。あ、すごい、カーソルが葉っぱなのかわいいいや、もうそうですね、数々の RPG をちょっとプレイさせてもらったんで、ここはちょっとノーマルでかっこよく決めていきたいと思います。とか言って早速ゲームオーバーとかなったら恥ずかしいですけど頑張るぞ。ノーマルでよろしいですか。と、はい、イエス、難易度はノーマルになりました。それではごゆっくりどうぞ。と、もしかしたら敵キャラでハニウサちゃん出てきたりするのかな。ちょっとね、敵キャラも可愛いからさ、倒しにくいよねごめんねってなっちゃうよね。お、なんだ、あなたは一度決めて大事な選択を変えることができますか。と、悩んで悩んで考え出した、その答えを変えることができますか。今まで当たり前だと思っていたから、答えが一つしかなかったから。でももう一つの選択肢があったとしたら、それが苦しくて苦しくて辛くて悲しい道でも、どちらが正しいかなんて、そんなことは誰にもわからない。そうですね、選んでみなきゃ、選ばなきゃいけない。うん、この選択を決して変えてはいけない。きっとこれが私の進まなきゃいけない道だから。何度生まれ変わったとしても、私はきっとまたこの道を選ぶだろう。誰も私の選択を変えることはできない。どういうことでしょうかね。悲しい結末が待ってたりするのかな。あ、そうそう、カニウサちゃんいらっしゃるんですが、はい、ナルシスさん、めっちゃかっこいいでしょ、めっちゃかっこいいでしょ。お兄ちゃんなんですよ、メロディーちゃんの。で、なんかね、キャラクター紹介をね、見たんですけどね、こんなかっこいいけどちょっと面白いキャラっぽいですどんなキャラか見ていくのが楽しみですね。はい、ではメロディー、次は弓をか、ごめんなさい、これ多分ハニウサちゃんをやる気ですね。はい、お兄様。とやっちゃうのか、メロディーターン。やっちゃうのか、メロディーターン。やっちゃうのか。あやってしもった。ヘッドショット決めましたね。うむ、いい感じではないかと。初めての狩りで、あの素早いハニウサを一撃で仕留めるとはと。さすが僕の妹であるな。やった、お兄様。私初めての狩りを成功したんですね。はしゃいでます、メロディーちゃん。かわいい。もう、キャラネタがめちゃくちゃかわいくて、たまらんでございますね。ちょっと、ここら辺がさ、
触るなってな、セクハラしたくなっちゃうんですよね。もうめっちゃ可愛い、たまらんでございます。はい、メロディー、そんなにはしゃいではみっともないですよ。気高いエルフエルフの姫はと、常におしとやかに気品で美しくなければなりませんと。はーい。ハニウサタン、ではやつの処理は僕がやろうではないかと。いや、これはもしかしたら、あー、仲間が出てきた。ちょっとまだ倒れてる方が目開いてるから、一矢報いてってお兄ちゃんに襲いかかるかと思ったけど、これは仲間にやられるんじゃないか。お兄様、危ないです。お兄ちゃん、そのウサちゃんの一撃で百熱陸球みたいに、今の一瞬のパンチでめっちゃ食らったのかな。顔がボコボコになって歯まで折れてますけど、ひでふーっと。で、仲間を助けるんですかね。くそ、急に襲ってくるなんて卑怯ではないか。顔、ゾンビみたいになってるんだけど。卑怯者、バカ、アホ、うんこたれ、小学生か。お兄様、小淵ですか。ちょっと弾いてない、メロディータン。心配ない。戻った、一瞬で。この程度のかすり傷、私の魔法で一瞬で消し去ろうと。お兄ちゃんはじゃあ回復魔法が使えるんですね。はあ、お兄様の回復魔法はやっぱりすごいですね。ふん、兄うさごときが少しはやるようだな。メロディー、あいつをねじり切ってしまいなさい。私弓使いですけど。やばい、すごい恨みを抱いてます、お兄たん。え、私がですか。お兄様の手柄を取ってしまっては。構わない、僕は疲れたので少し休憩するのだ。お兄ちゃんビビってやがるのか、ハニウサに。決してさっき殴られたところが激痛で泣きそうとかではないのだ。泣きそうなんですね、なるほど、察し。では頑張りなさい。人に任せるなよ、お兄ちゃんと。はい、いいか、よく聞きなさい。敵に近づくと戦闘が始まる。すると時間で自分のターンが回ってくるだろう。自分のターンが回ってくるとコマンドを選ぶが良い。実に簡単だろう、はははと。了解しました、わかりました。マジックやアイテムを選んでいる間は時間が止まってるらしいぞ。逃げたい時はシフトキーをギュッと押すのだ。了解しました。だがイベント戦やボス戦では逃げることができないぞ。あ、ちょっとこれ逃げようと思ったんだけど。逃げられないのか、イベントボスっぽいからな。では行きなさい、メロディ。ちょっとお兄ちゃんも一緒に戦おうよ。どうしたの。顔怖い怖い、恨みがこもりすぎて、早く憎きあいつを殺めてくれと。え、バイバー。逃げられない。逃げられなかった。じゃあ行きますか、ハニウサタンと戦っていきますか。このさ、マップもめちゃくちゃ可愛くないですか。これ一つ一つ全部手作りなんですかね。すごすぎる。めっちゃ可愛いんだけど、このメロディータンの歩行グラとかね、お兄ちゃんとかもめっちゃ可愛い。この世界が全部可愛すぎる。不意打ちで後ろから。行きます。あ、メロディータン早いじゃないですか。アタック、そうですね、今はアタックしか選べる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、アタック、はい、エイト、強か、ダメ。そう、やばい、自分の声がちょっと聞こえるのってめちゃくちゃ恥ずかしいでございますね。はい、ということで、エイ、もうすぐ倒れるかな。ハニウサタンより早いですね、足が。さすがメロディータンでございます。この一撃で倒してやる。大勝利さんの経験値いただきました、ありがとうございます。跡形もなく消しちゃったうさちゃんを。4ポン、これもしかしたらお金かな、この世界の。はい、どうだお兄ちゃん、見たか、良いではないか。お前の戦いぶり実に素晴らしいぞと。ありがとうございます。エルフなのに弓が扱えるなんてちょっと羨ましいかとか思ってないからな。積んでるか。なぜなら僕は素晴らしい回復魔法が使えるからと。はい、お兄様、たくさん褒めてくださってありがとうございます。鼻が詰まってて
声が気持ち悪くてごめんなさい。うむ、これで儀式の旅も少しは安心できるなと。そうなんですよ、今からねエルフの儀式っていうのお旅に出るそうなので、あとはナイトがどんなやつなのかと。おっと、無駄話はこの辺にして村に帰るとしよう。はーい、かわゆす。お兄様、帰ったらハニウサの丸焼きが食べたいです。メロディーちゃん結構ワイルドだね丸焼きか、いいだろう。久々にこの僕がお料理してやろうではないかと。お料理も上手なんですかお兄ちゃん、家庭的、嫁にくださいと。では帰るぞ妹よ、はははとキャラがいいなお兄ちゃん、好きめっちゃあ、でパパ王様なんですね。ハニウサここにハニウサが積み重なってはい、わー、ハニウサの丸焼きとっても美味しかったです。ワイルドすぎて笑っちゃった骨まで全部食べちゃいました。あ、本当に笑ってしまう喜んでもらえてよかったよと。こんな可愛い見た目で骨までしゃぶり尽くしちゃうんですか。もうメロディータン好き、ファッファッファーとお父様。で、お前たち兄弟は本当に仲がいいの。で、メロディーの旅の準備はできておるのかと。はい、父上。あとは、パパントの森に祈りを捧げに行くだけです。なんかそうなんですよ。各地にあるエルフの石碑に祈りを捧げることによって、なんかエルフの繁栄だったり幸せだったりが約束されるみたいな、そういうお話なんですよね。ちょっと一瞬ね、すっごく大好きな FF10 が頭によぎったんですけど、あれもちょっと悲しい話なのでドキドキしちゃうなはい、森で祈りを行っている間に人間の国からナイトがこちらに到着する手はずになっています。この儀式の旅は、人間の国との平和の架け橋でもあるからな。我らエルフは儀式を終え、人間は強いナイトを育てることができる。では準備ができ次第パパントの森に行くがよいと。はい父上。メロディーよー、このさ、いや、お話はちゃんと聞こう。 はい、お父様。そんなに緊張するでないと。儀式といっても祈りを捧げる巡礼地を回るだけじゃ。何も恐れることなど、ことはないぞ。ナイトとナルシスがお前を守ってくれる。無事に儀式を終えるだけでいいんじゃ。はい、お父様。激励のお言葉、ありがとうございます。エルフの姫として、選ばれし者として、恥のないよう、頑張っていきます。かわゆす、共に頑張りましょう、メロディーちゃん。あ、なんかいるんだけどフンスターだったらライバル的なあれでね、ぶん殴られるあれですけど。はい、緊張しちゃった。真面目で難しいお話は苦手です。はっはっは、メロディーらしいなと。で妹よ、今から何をすべきなのか分かっているのか。何でしたっけめっちゃお兄ちゃん笑うじゃん顔面が表情豊かすぎてって、このバカチンゴ。お前の儀式の旅に行くのであろうと。儀式というのは、選ばれしエルフが決められた巡礼地に行って祈りを捧げる。以上だ、まずは最初の巡礼地パパントの森だ。行くぞ妹よと。これより儀式の旅が始まるのだ。選ばれしエルフメロディーよーと。かっこよす。テーペロがめっちゃかわいい。はい、そうでした、儀式の旅頑張ります。かわいすメロディーちゃん、癒しですねこのマップ。お兄ちゃん、お兄ちゃんちょ、どこに行くのさよならお兄ちゃんなんか一人でどっか旅立ってしまったこの子は誰と。エルフの魔法使い、こ
この階段を登ればメロディー様のお部屋にメロディー様じきじきに話しかけてきましたよと。きっとタンスの中にパンティーがごくり。メロディー様、どうもこんにちは。全部聞いちゃったわよ。っていうことはもしかしたら本当にタンスの中におパンティアラが入ってる。あ、お兄ちゃん後ろにいる。どこに行っちゃったはずなんだけどな。おかえりお兄ちゃん。ということでタンスが光ってるってことは、これはまさかメロディータンの禁断のおパンティアラが、まさかな。アダルティーなおパンティアラをゲットしました。え、まだ光ってる。え、もしかしてこのお兄ちゃんのおパンティアラは。まさかね。かわいい、あ、おパン、かわいいおパンティアラをゲットしました。これって装備できるのかな。あ、セーブ今できますね。セーブしまして、かわいい2人のグラフィックが、え、どっち装備させる、メロディーちゃんに。あ、ジョブニート。やる気がない、何も使えない。そうなんですよ、なんか祈りを捧げることによってなんかニートからいろんなね職についていくってシステムだったと思います。ちらっとなんかあのホームページをね、あの拝見させてもらって、服装でもしかして脱ぎます。でも元から脱いでるんだ。元から脱いでるから変わらないんだね。オッケー。さっきのさ、あれはおパンティアラはさ、装飾品2個履けるんだけど、どうしよう、2個とも履いちゃう。可愛いおパンツはちょっと履いてもらって、アダルティーなおパンツはかぶってもらうとか、そういう感じなのかな。あ、ナルシスのおパンツだった。やだやだ、お兄ちゃんのパンツとかかぶりたくない。やだ。なのでじゃあ可愛いパンツをメロディーちゃんに履かせていただきまして、じゃあお兄ちゃんの装備に、じゃあボロボロの杖、今にも折れそうな杖と、じゃあお兄ちゃんにちゃんとお兄ちゃんのパンツをね履かせていただきたいと思います。アダルティーなパンツ面白すぎる。パワーマジパワープラス3、SP プラス20と、あ、そういえばメロディーちゃんのは攻撃力が上がるみたいな、そんな感じなのかな、かわいいおパンツは。あ、パワープラス2、タフ1、関心プラス5と、はい、ありがとうございます。タフってあれかな、防御力でいいのかな、ありがとうございます。関心ってあれかな、なんだっけ、出てこない、なんか会心の一撃みたいなのが当たりやすくなるみたいな、そんな感じなのかな。いいヒントありがとう、パンツ手に入れましたと。はい、間違えてお兄ちゃんのパンツ頭にかぶりそうになりましたが、パーパーと、まずはパパンとの森じゃったな。森の三神部にエリフの石碑が立っているじゃろうと、そこで祈りを捧げるんじゃ。了解しました。パパ、これ持ってっていいんですか、もしかして。240本手に入れた。気血薬ありがとうございます。ポーション手に入れた。気血薬ってなんだろう。気付け薬だった。ごめんなさい、目が不思議なすぎて。飲んだ瞬間シャキッとなる、対象者の気絶を回復と。了解しました、ありがとうございます。ちょっとお兄ちゃんこれから気絶する回数がもしかしたら多くなるかもしれないのでね。羽生さん、ピヨンピヨンしてる。まだ生きてるんじゃないのこれ。ちょっとサウンドバック代わりに。ごめんね、ハリウさん。そういうこともできるんだ。樽調べることによって。こういうのじゃあ、ちょこちょこ全部調べていきたいですね。はい。あ、光ってる。エルフの儀式1を読もうかなと。はい。エルフの国では代々伝わる儀式がある。預言者によって選ばれし者が儀式をするのである。儀式の内容は、古代エルフが建てた石碑に祈りを捧げるものである。石碑は各地にバラバラに立っていて、石碑のある場所のことをエルフは巡礼地と呼んでいると。祈りを捧げることによってエルフは繁栄し幸せになると伝えられているっていうお話だそうで、今からその巡礼地を巡り巡っていくっていう感じですね。はい、儀式に読みます。エルフは魔法が得意だが筋力がとても弱く、重い武器などが装備できないため、モンスターを討伐しながらの旅はとても厳しいと。そのため儀式の旅には強豪の戦士ナイトが人間の国から送られ旅に同行するのである。エルフの儀式は人間の国とエルフの国の友好を深めるものであるのだと。了解しました、早くナイト様に会いたいでございますね。これもしかして
オプションで常時出しとかあったりはないか。はい、では行きましょう。でもちょっとなんか街の人たちと会話とかしたくなっちゃいますよね。ボロボロじゃなかった。ゴミ、ボロボロの村、王の家、王の家だからボロボロなはずがないよね。ごめんなさいと、15ポン手に入れた。ちょっとメロディーちゃんが盗賊と化してますが。ごめんね、これも RPG の醍醐味ですからね。ほい。選ばれし者ってどうやって決めているのかしらと。私も選ばれてみたかったわ。そっか、筋力がなんとかって言ってたから、魔法使いが多いのか。エルフの女性、予言の能力でわかるそうよ。王族がその力を持つと言われているわと。今は亡き王妃様も予言の力を持っていたみたいよ。メロディー様が、まだお腹にいる時に選ばれし者だって予言したそうよと。今は誰が予言を引き継いでいるんでしょうかね。あ、エルフの服を手に入れた。これはどっちが着れるんだろう。どうしようかな。回復役のお兄ちゃんに着とってもらった方がいいかな。お兄ちゃん倒れたらちょっと大変ですもんね。タフ1増える。よし、じゃあ着ていただきまして。アダルティーなおパンツ気になるな。はーい、道具屋さんがありますね。覗いときましょうか。あ、ちょっと待って、先にお金。遅れがあるかもしれないのでね、ここら辺はさっときましょう。パワーの実、なんだろう、怪力の種ね的な感じで、もしかしたらパワーが上がったりするのかな。食べるとパワーが1上がる。どうしよう、ナイト様にあげるべきか、メロディーちゃんに食べさせるべきか、ちょっと迷うな。ナイト様が仲間になるまでちょっと持っときましょうかね。はい。ということで道具屋さん行きましょう。レッツゴー。道具屋さんからもお金をせしめるってな、みこじめ料だとな、王の娘だからな。はーい、何でも直しそう。じゃあ全部の状態異常が治るって感じなのかな。メロディー様、もうすぐ儀式の旅が始まりますね。人間の国より送られるナイト様、どんな方なのか楽しみですね。ナイト様、イケメンでしたね。楽しみですね、どんなおキャラなのか。はい、道具屋さんの道具屋さんのちょっと寝室の宝箱、ごめんね、あさらしていただきます。勇者なのでね。はい、250万、ありがとうございます。みかじめ料ですね。はい、ということでモンスターを倒すとたまに装飾品を落とします。強くなるほどいい装飾装備を落とすとか、見つけたら必ず装備を忘れないようにしてくださいね。中にはとてつもないレアな装備品を持っているモンスターがいるとの噂です。噂のだだだだ、後ろやったらごめんなさいと。はい、わかりました。とりあえず見つけ次第ポコポコ殴っていけばいいんですね。我らエルフは筋力が全くない。しかし魔法を扱わせたら右に出る者はいないと。でもたまにだよ、本当にたまにだけどさ。なんだいなんだい。パンチやキックでモンスターを倒してみたいよね。パンチやキックか。メロディーちゃんはなんか弓を扱えるみたいだけど、パンチとかキックはさすがに姫だからね、さすがにそんなジャジャウマ的な行動はしちゃいけないかな。はーい、いろんな武器を揃えてますよと。買っとった方がいいかな。軽い弓、あ、かわいい。お兄ちゃんハートの杖、ちょっとこれいいな、かわいい。ハートの形をした杖、いやーどうしよう。いやでもこれはちょっとメロディーちゃんっぽいよな。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ギャップがいいのかな、ギャップ萌えしちゃうのかな。どうしようかな。防具、いや、もしかしたらさ、次の町とかに行ったらもっとね、強いのが出てくるかもしれないから、今のところまだね、敵と戦ってないのでこのまま行きますか。はい、ということでやっと村から出て出発していきたいと思いますと思ったんだけど宿屋があるな。この街全部見ていきたいな。ちょっと見てから終わりにしようかな。いやこら、いやこら、エルフの農民と、あー、人参が抜けない、腕がもう限界だ。お兄ちゃん手伝ってあげて。大きな株方式でさ、みんなでさ、うんとこしょどっこいしょしよう。はーい、頑張って。鶏の親子がかわいやす、めっちゃかわいやす、ぴょんぴょんしてる。ごめんね、引き離してしまった親子。はい、ポーションありがとうございますと。じゃあ左から行きましょう。おっす。
エルフのおっさん、おっさんなの、めっちゃ見た目可愛いけど、私はこう見えてだいぶおっさんなんだが、人間からすると青年ぐらいらしい。なるほど、そういうことなんですね。見た目が老けないとな。人間のおっさんはそれはすごかったね。もじゃもじゃでジョリジョリだったよ。エルフのおっさんいいですね。燃えたぎっちゃう。人間のおっさんはね、もう本当にキムクジャラですごいですからね。エルフのおっさんいいですね。エルフの主婦、はあ、フライパンちょっと振っただけで腕が筋肉痛よと。そこまで力がないんですね、エルフは。人間のメイドさんでも雇いたいもんだねと。連れてきましょうか、王女名、王女じゃない、姫権限で。はい、ポーションありがとうございます。やばいやばい、盗賊とかしてるよ、メロディちゃん。勇者なのでね、勇者なのでね、許してちょんまげとな。はい、20ポン、いっぱいお金手に入る村で、ちょっとハニウサの残骸が上に見えるんですが。この村に来る人間はみんなして壺やたるを調べまくるようよ。ごめんね、もうやってる。中に何かいいものでも入ってるのかしら。いっぱいいいもの手に入れちゃったよ、主にお金。はい、我らエルフの魔法はすごいんだと。この家も僕の魔法で建てたからね。家も建てられるの？嘘だった。なるほどな、すごい残骸がいっぱいあるんだけど。はい、川ゆすで、かわいそすで。はい、ポーションありがとうございます。向こうにもなんかひっそりと壺があった、壺じゃない、宝箱があったんでね。これなんかいいもん入ってそう。着付け薬ありがとうございます。こんなに着付け薬が手に入るってことは、お兄ちゃんこれからいっぱいね、倒れていただくことになるかもしれません。バーか何かかな、ここは。はあ、私たちエルフはひ弱だから食べ物を運ぶだけでも疲れちゃうのよと。こういう仕事は人間を雇ってほしいわと。私たちエルフはとても長生きをする種族、人間の10倍ぐらいですわねと。もし人間などと結婚したら考えただけでも悲しいですわね。え、ちょっとやばい、ナイト様に恋したらどうしよう。この前ドアを開けたら指の骨全部折れたよ。ひ弱すぎて。カルシウム食べろ。いや、ハニウサの骨まで食べてるんだよね。もうちょっとでいいから丈夫になりたいよと。戦闘中慌てちゃダメですよ。アイテムやマジックを選んでる間はモンスターも待ってくれますからと。優しい世界だね、ありがとうございます。なんでもなしポーション手に入れましたと。いや、魔法の訓練の後の酒はうまいっすね。メロディ様はエルフなのに武術の方が得意なんてすごいっす。さすが選ばれし者っす。でもそしたらもしかしたら魔術は使えない感じなのかな。うん、メロディ様はまだお酒飲んじゃダメですよ。16歳かそこら辺でしたかね。ナルシ様は飲んでいかれますと。でもそろそろ、235890回の、これなんか語呂合わせある？いや、わかんない、皆殺しとかじゃないしな。ツケを払っていただきたいです。どんだけツケしてんのお兄ちゃん。出禁になってもおかしくないよ。よく、あ、まあ王族の息子ですから入れてくださってるんですかね。やさスイーティーでございますよ。なんかある。あ、クリスタルヒールは力を失っているようだ。これでなんかセーブじゃないな、回復ができるって言ってたかな。はい、うん、これはエルフの異物、クリスタルヒールだ。残念ながらもう力を失ってしまっているけど、クリスタルを共鳴させるとその力が復活するんだと。はい、このクリスタルをあげるから共鳴させてみてよ。ありがとうございます。ということでフュージョン共鳴させます。これでじゃあ自由に回復ができるようになるんですね。なんか宿屋では回復しないって説明に書いてたので、じゃあこれからここに一生戻ってきます。一生戻ってきてここでニートします。はい、うん、僕たちは長生きする種族だから死ってものになれないよね。お墓も少ないですね。だから死んだら魂がお空に登って星になるらしい。じゃあ流れ星はお化けがビューンってすごいスピードで走ってるってこと。すごいアクティブなお化けもいるもんだとな。はい、てな感じで、あ、でもまだ宿屋行ってないですね。はい、回復、ティンティンティコティーンと。ありがとうございます。宿屋行こうと思ったんですけど、ちょっと喉が
喉が限界になってきましたので今回はここで終わっときましょうかの何でも直しそうありがとうございます。次回この宿屋に入ってからやっと旅に出ていきたいと思います。なので今回はまだニートですはい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイティンティコティーン。